おはようございます。やっと昨日一日かけてカラーに到着しました。今からほんまは今日釣り行くはずじゃなかったんですけど、昨日あのこのホテルのランドマークパラオのホテルなんですけど、もう僕いつも釣り来る時も社長釣りが大好きで、いつも釣り来る時はここに泊まらせてもらうんですけど、まあ、ここの社長さんが昨日たまたまもうご飯食べに帰ってきても夜の11時ぐらいかな、練習が明日釣り行くんですかって聞いたら、いや釣り行かへんよみたいな感じで、石田さんはみたいな感じで聞かれたから、いや僕は明日あの釣り行きたかったんですけど行けなくて、あの1日寝ることになりましたって言ったら、ちょっと待ってよとか言って、8時半に港あのこのマリーナの前の桟橋集合みたいな感じになって、もう急遽釣りに連れていただけることになって、でこの社長のキャッチング超いいやつ、300で引き分けてもらうから飛ぶようになってますね。まあ、で、なんか今日一日ちょっと GT に連れて行っていただけるということで、今から GT フィッシングへ行っていきたいと思います。今日はもう超晴れてるんで、どないしようかなぐらいの、熱中症に気をつけなあかんなぐらいのレベルですけど、まあ、今からちょっと GT 狙ってパラの水で行っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、今ポイントについてキャスティングしていきたいと思います。めっちゃ暑い、今日なんかもう無風でやばいですね。で、なんか沖のとこにある浅瀬みたいな感じのところをずっと今打っていってます。はい、暑い、死んでますと。まあでも今日ちょっとボディカメラの方忘れたんで、とりあえずヒットしたら次回していきます。このままちょっとエンドレスにこの浅瀬を打っていきたいと思います。めっちゃ綺麗、見てほら、Where's the lure? This is called Wu Kou Bai Ya. The lure is inside. I'm gonna leave it inside. Yeah, pal! Ooh, that's a big one.Now this time I'm not gonna go and cut. Thank you.
上去的。好了，过来。Fish finger. Fish. 맞다니카이니카이本日1匹目巨大バラクーダをゲットしました。よいしょ、ニカイ。あ、センキュー、ニカイ。Be careful, my finger. Last time, same thing, huh?バラクーダ。歯が見て、歯。なんかすごい。これ一匹生き返って終わりやで。これ写真これは撮って。バラクーダ、バラクーダ、でかいに来ましたよ。おや、あれがいるわ。やり、やりちゃう。バラクーダ取るよ。ありがとう。さあ、バラクーダ釣っていきましょうか。よし。お疲れ様でした。今日はキャスティングでバラクーダ1本、もうずっと風もないし波もないし、もう一日ずーっとこれもう火がカンカン照りの状態、もう日射病になりそうですわ。まあでも今日めちゃくちゃでかいバラクーダが1本取れたんで、ちょっとなんかみんなが目魚がこれからっとこっちではって、チコのバラクーダやばない、でかすぎじゃない、どんだけ頭あんねんみたいな、やばいでしょ。カンパチ、これは？これはなんかあの社長の友達がジギングでゲットしました。多分もう時間が結構時間なんで終わって帰ると思いますけど、はい。さっきラストって言ってからまた違うポイントに移動しますね、これ。いつものやつ。終わるかと思わせてもう10回ぐらい何とか通るっていう、まあ今から多分ちょこちょこ寄りながら、またほら帰ってきた道また戻ってる。また違うポイント行くつもり。
疲れ様です。あれか、あの終わるかなって思ってから1時間ぐらいやってました。今からやっと帰るとこです。暑かった。今日は GT じゃなくて、あの何だっけ、バラクーダだけゲットできました。めっちゃ暑い。ほら、いい感じの景色。もう今日は一日晴れ、やばいよ。もうめちゃめちゃ暑いで、しかも無風やって、もう死にそうでした。まあ明日大会なんですけど、朝から明日に向けてのまあウォーミングアップ的な感じでずっとキャスティングさせてもらいました。まあ、やっぱり社長の船は速い。今から帰ってお風呂入って明日に備えて準備します。それではさようなら、また明日。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画と最新動画はこちらをクリックすると見れます。チャンネル登録、通知、高評価よろしくお願いします。